昨日変異ウイルスの感染者が新たに3人確認されたことを受け、県では検査する検体数をさらに増やすとしています。県によりますと、直近1週間の人口10万あたりの感染者は 3.6 人となり、今年に入ってから初めて4人を下回りました。また県は昨日、変異ウイルスの感染者が3人確認されたことを受け、より多くの検査を進めるため、県や政令市だけではなく、病院や民間会社で検査した検体なども募っているということです。県外の施設で感染したことが明らかになっていますので、逆に言えば県外から変異株が持ち込まれるルートしかないというふうに考えています。他の都道府県で変異株が市中で感染が続いている地域に行かれる場合は、より一層のマスク、手洗いの対策をですね、お願いしたいと。で、県内に変異株を持ち込まないでいただきたいと。